はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。スクスタというわけで、スクールギャルストライカーズの実況をしていきたいと思います。さあ、今日はネタバラシですね。あれ、もしかしてこれ、結構、あれかな、釣られてたのかな。実はあれかな、楓さんと田中幸子さんが実は人狼だったというパターンもあるのかな。それと、マナちゃんは占い師だと思うんだよな。で、さとかちゃん、あれみたいなね。というわけで見ていきましょう。うん。ちょっと見方が悪かったかもしれない。てか割と、なんやろ、ミスリードされてた感じなのかな。3日間にわたってお送りした人狼ゲーム対決、人狼チームの勝利で幕を閉じたモシューターが、最後に今一度全員に集まってもらっておまけの振り返り反省会を実施いたしますよ。これは気になるところだよね。うん。皆さんお疲れ様もした。まああとね、この反省会踏まえた上で、私一応ね、過去の3日分の動画もあるんで、それ全部見返してみると面白いかもしれないですね。うん。で、人狼はやっぱりあ、しおりさんなんかごめんなさい。俺、しおりさんめっちゃ疑ってた。あー、ですよね。ですよね。やっぱそうだよね。はいはいはい。さとかちゃんも、だからさとかちゃんの最後のあの、なんか、狩人発言とかも怪しすぎだもんね。うん。やっぱこの2人が人狼か。なるほどね。さとかちゃんさすがと言わざるを得ない。っていうか、まなちゃんが作詞すぎたでしょ。結構その当てちゃうんだよとか言ってさ、ちょっと占い師を似合わすような発言も最初にしてたっていうのね。それも布石だったわけでしょ。この子、できるぜ。ごめん、しおりさん。俺めちゃめちゃしおりさん怪しい思ってたもんね。まあ、確かにしおりさんのね、最後の方、なんか結構面白いよね、だからね。すごいなんか人狼がさあがいてるようにも見えたし、村人側が人狼に騙されないでっていう感じもあったからね。まあどっちかというと後者かな。さとかちゃんがもう、あ、人狼やろって思っててっていう。マリさんお疲れ様でした。まあ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 ですよね。ね、ネタバラシしてもらおう、さとかちゃんに。あれ、対抗が出たのって誰だったっけ。あれ、占い師が、あ、フェイちゃんか。で、本物がフェイちゃんだったってことか。さすがに同じチームメイト。マナちゃんすごかったね。ね。大したもんだね。なるほど。さすが TRPG やってると強いね。弁論が。なるほど。おぉ、なるほどね。そういう読みもあるね。確かに。なるほど。いや、結構喋ってなかった？ああ、でもそっか、後半はあれだ、まあ、占い師だったからあれだったけど、発言しなきゃいけないからしてたけど、そういう発言は確かに少なかった気がするね。A ちゃんもなんかごめんって感じだね。ね。なるほどね。これもね、これも宿命だよね。でもさ、あれだよね、でもうまかったよね。先にフェイちゃんがちゃんと出てきて、マナちゃんが後出し人狼だったんだもんね。後出しだったけど、信頼外だ。まあ、フェイちゃんが下手くそだったという感じもあったかもしれないけどね。まあまあまあ、そういうのあるよね。そうそうそう、これね。これはもう自己流かな。ああ、そういう意味か。ね。
あーすごいね。なんか狙って言ってたわけじゃないんだ。まあしおりさんやったね。うん、これはね、なんとなくあれだったけど。あれ、田中幸子さんの狩人発言はいかがなものだったんだ。逆に言うと、かく乱しようとしたってことかな。まあ一応あるよね、自分が身代わりになるっていうかね、ただの村人だけど狩人と名乗って狩人がいるなら守りたいっていう、てかいるのが確定してたんだもんね、あの時点で。そうなんですよね。そう気づいてるけど説得できないっていう。そうだね、完全に。さすがさとかちゃん、いいですね。今回はさとかちゃん推しの私としてはとても楽しめましたね、いろんな意味で。おっと。そこは主観なので読む。まあそれはあるよね、流れっていうのがどうしてもあるからね。あれね。逆に怪しい感じもしたけど、なんか。まあ確かにね、かく乱にはなるしね。ああ、単純にもそういうことね、狙ってたわけじゃないんだ。まあそうだよね。そう、力欲しい、パワー、なんつんだっけ、忘れちゃった。なんかそういうのがあるんでね、あのもう確実にもう人狼とか2人がいればその2票は確実に入るからっていうね。そういうのができるっていうね。まあそうだよね。一応そういう情報を流しておけば、みんなになんかそういう不安な、なんかなんていうのかな、不安じゃないや。なんていうか、疑念っていうかね、を埋めるっていうか、植え付けることができるっていう。ね。それね、そう、最後にね、最後のこの、ポっていうやつね。そうなんだよね。そうなんだよね。これはね、結構、本当に実際の人狼でも有効なんでね。やる人はやるよね。ね、しおりさんもなかなか結構作詞なところというか、結構、そういうキャラクターなんだけどね。さとかちゃんには勝てなかったと。もうね、マノさんもそんなキャラだったりするからね。そうだね、カレーパン食べないとね、カレーパンを。楓さんもいいとこなかったね。チャットでやるやつか、チャットでやるやつって結構難しいよね。逆にあの表情とか見れないからね。そうね。お前バレてたらしゃあないで。こうしてまた寝てるのに眠れない夜が訪れたもしゅ、訪れもしゅ、たとさ、めでたしめでたしもしゅ、めでたしね。なるほど、面白かった。いいね、やっぱ人狼ゲームいいな。最近やってないからね、たまにはやりたい。
いいえ、起きてるですよ。そして全開している。まあ寝ちゃってたんで。でとりあえず、おライバルに勝てそうだ。ガスティングで本当に勝てるかな。いけ、勝負だ。勝った。まあ、ちょっとこれからねガチャとかもやるんでね、ねこのバトルの模様を流すのはちょっと時間的にやめておこうかな今日は。たまには見たいんですけどね、バトルとかも。というわけで、あ、ちょっとだけ使っていい？あ、てかこれ、そうか、これやっといた方が。あ、もう終わっちゃったから14日までだもんね、あれがね。で、交換じゃない、プレゼントできるのが15日までなんですよ。なんで、その15日までの、すごい勢いで使うんだよね。ね、とりあえずね今、こういう遭遇した方はちょっとね今ねお友達にはしないようにしてました。よろしくね。まあ多分ここから長くお付き合いできる方もいるとは思うんですが、とりあえずね、あっという間に使い切っていきので、ガチャじゃなくて、ガチャはね新しいメモか、まだかな。対戦っていうか、そう、これがまだ36連になってからでもいいかな。まあ、これやったアクセはもうできるんだけど、しかもアクセなんかね、あれなんかな、対戦ページから多分飛べるんだよね、おそらく。それでなんかバババって連打してると、なんかここを押しちゃって2回ぐらいもう回してるんだよね。まあ、これぶっちゃけ動画に載せる必要あるかっていうと怪しいから、いいっちゃいいんだけどね。補足吹雪はまだ大丈夫だね。これはまあ31日ぐらいにやりましょう。で、あれですね、プレゼントですね、大事なのは。これはあげ忘れちゃうと結構もったいないんで。で、そう、さとかちゃん100いきました。新アイドが。ありがとうございます。ありがとうございます。っていいかな。まあまあ。で、プレゼントが、あれの子、変わるな。これね、これ15日まで、今日までなんですよ。なのでね、しっかりと渡していきたい。まあそんなもんかな。これは、関係なく、なんかお返しもらえるはずなんでね。まあ、さとかの途中で飽きると思うけど。嬉しいです。じゃあ、私からも、これ、どうぞですよ。はーい。これ、かなりいろいろもらえるよね。なかなか、結構、美味しいイベントだったんじゃないかな、今回。じゃあ、結構いいやつもらえるんですよ。前にも見たですね、これ。はい、見たです。あのね、SR のリライターとかもね、確か出たりとかしてたし。ただね、SR のリライター、私ね、多分ね、使うことないなとちょっと思った。むしろグレードアップした方がいいかなと思って。UR リライターにしちゃった方がいいのかな、集めて。そんな気がします。特攻レアゲントスめっちゃもらってるよね。これで次回の、あの、何やっけ。協力戦というか、レイド戦は、かなり、有利にいけるかな。だいぶね、お来た来た、ほらほら。7個だ。もうちょっとだ。あ、ってか、そうか。いや、セラルアビリティメモとか出るよね。で、リライターとかも結構出るから、たまに。結構いいよね。あ、SR ゲントツでいいね。さっき SR ゲントツもね、取っといた方がいいのかもしれないけど、まだ戦力整ってないから、ちょっと使ってるんですよね、SR ゲントツ。まだね、UR がね、次に今月の協力戦で手に入るかっていうと、まだちょっと気がどそうなんだよね。あと1個多分足んなそう。だから今月か来月には UR 手に入るんで、ちょっとそろそろね、UR もね、ウルトラレアを見ていきたいかな。でも EXR とか見たいんだけどね。でも4月はね、さとかちゃんの誕生日みたいなのがね、あるから。まあそういうところで多分がっつりといろいろとできると思うんですよね。なんなら EXR 引けちゃうかもしれないからさとかちゃんね。まあ引けるかわかんないけど、ステラコインもね言うほど貯められてないからね、まだね。レアダイヤめちゃめちゃ出るよね。いいですね。前にも、いや、てか特攻レアゲントスめちゃめちゃ出てるね。これで、あれ、普通のレアゲントスも結構出てるもんね。これは、ね、結構レイド戦の前には美味しかったんじゃないかなと思われますね。
はい、というわけで無事にプレゼント完了。これで期限は期限切れってやつだね。さあ、さあ、外がね、4月6日でしょ。てか、よかったら結構近いね。もう、うん。ちょっと1ヶ月ないじゃないか。というわけで。さあ、あとね、せっかく VR ね、VR ゴーグル買ったんだけど、あんまり実は使ってないんだよね。ここで VR 見れるみたいだから、今度は見てみようかな。まあ、ただ、動画撮りながらやるかちょっとわかんないんだけど。うん。あ、なんかプレゼントあるよ。なんだろう。あ、特権ないですか。はい。で、あとが、さっき、あとね、あれやね、さっきのさ、人狼ゲームの時の背景がさ、多分私のマイルームだったんですよね。だからもうちょっとね、マイルームもね、なんか、なんやろ、ね、いじりたいかもしれない。部屋をいじるですね。まあ、ただね、そんなに、そんなになんだよね。あとはもうね、あの、VR 的な話のこの訪問してもらえればね、VR も使えるんでね。うん。タンス。タンスか。タンスっていうコーナー出てた、もしかして。タンス、こっち側に出てるのかな。まだね、なんか寂しいよね、部屋がね。なんかもう少しいじりたいんだけど。うん。絵画。着物。棚。棚とタンスは別なんかな。なんかそんな気もするな。どうなんだろうね。じゃあちょっとタンス買ってみようか、タンス。机の上。天井。壁。床。うん。タンスを買えばもう少し部屋が賑やかになるか？タンスか。タンスね。タンス？ほんまですか？あった。ツリーハウスのダンス。あ、違うな。モダンなダンス。モダンですね。棚とタンスは別枠だと考えていいのか？うん。確かによかったら棚とタンスって別物ではあるよね。ログハウスのどれが一番いいかな。なんか結構、ファンシーとか結構いいけど、シンプルなタンスもいいよね。なんかかっこいいよね。うん。ログハウスのタンス。これがなんか一番収納性が高そう。でもなんだろう、このなんか、銭湯にありそうな感じ。こうやって見るとなんか微妙やな。ダークスくらいか。これいいね。柄がかっこいいね。これもタンスというかなんていうかだよね。これにしよう。柄がかっこいい。で、これ置けんのかな。ちょっと置いてみようか。おお、こういう感じなんだ。でもなんかすげえ違和感あんだけど。配置変えて。配置変えて。あ。模様替えするですか。ああ、なんかそこなんだ、タンスの位置っていうか。なんかすごいさ、部屋のさ、部屋結構広いじゃん。なんか違和感あるよね。っていうかすげえスカスカなんだよな、この部屋。機能性がさ、まあ、すごい、なんか、なんていうの、片付いてるというか綺麗だと思うんだけどさ、うん、まあ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 、はい。で、あとなんだっけ、なんかしようかなと思ってたんだけど、あとはまあエテルノランドね、続きはやりますが、うん、グレードアップ工房。あ、でも20個必要なのか。20個で、うん、まあ特攻メモとはね、ちゃんとあの時に使おうかなと思ってるんだけど、そっか、20個集めて1個か。結構大変だな。ああ、そっかそっか。まだまだ、まだまだ先になりそうですね。なるほど。まあ、ゆっくりやっていきましょう。ゆっくりとね。慌てずゆっくりやっていこう。ね、確定ガチャ補助券まだ今ね、4枚なんですよね。そこですよ。やっぱあれだな、前回3枚入れてればな、前回というか前々回か。前々回3枚入ってればここ5だったんだよね。まあ、しゃあない。しゃあないということで。SR 収束メモか。使ってなかったね。まあ、
アビリティメモがもうちょっとで作れそうですね。はい、というわけでね、そんな感じで、楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。バイバイです。